日本東京都千代田区神田作曲菓子泉橋より、東に神田川を眺める。左側が神田作曲菓子三倉、京北自動遊園神田作曲菓子は東京都千代田区の町名。住居表示未実施地域であり、定番の設定のない単独町名である。郵便番号は101-0026。東町における、住所表記は神田佐曲菓番地ではなく、 神田作曲菓子豪地である。千代田区北東部に位置する。東西に長い町域内には、中層建造物が立ち並び、町域の南端を神田川が流れる。また、東端に清洲橋通りが通り、神田川には、三倉橋が架けられているほか、西端には、昭和通りが通り、こちらも、神田川に泉橋が架けられている。三倉橋に隣接して、 町域内唯一の公共施設である、千代田区立三倉京北児童遊園があり、西部には、昭和通り沿い地下を通る東京メトロ、日比谷線秋葉原駅の4番出口が置かれている。東は東神田、西、北は神田佐久間町、南は神田川を挟んで、岩本町、東神田と接している。この地は、江戸時代から神田川に沿った、貸となっていた。 また、神田川から運河が引かれ、東北地方から、新炭や米などが陸揚げされ、秋葉原貨物駅に運ばれていた時期がある。1889年に隣接する、佐久間町にちなんだ、佐久間菓子が、行政地名となり、1947年の千代田区成立に伴い、旧区名の神田を冠して、現町名となる。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、千代田区の中学校では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。ありがとうございます。